ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さんこんにちはです。ミネオです。本日はアップデマであと2日かな、あのストーリー新章来るということで、今ぜひやっておいてほしいことを、ご紹介させていただきたいと思います。まず前提として、ここからはねある程度推測なる部分がありますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。はい、ということで、まずストーリーに関しておそらくね、第一にみんなが待望に待ってるレオナ姫が多分来るということで、そこに焦点当ててやらなければいけないことということが、3点ほどかなあります。で、おそらくねやってる方もほとんどやってると思うんですけど、まず一つは、ホイミですね。こちら3章の8、こちらで、はい、このホイミが取れて、あとね魔法系の紙片も取れちゃうということで、こちらのもうほとんど終わってる方は覚えて思うんですけども、せめてね4、ホイミ4ぐらいまでは欲しいとこ、まあ欲を言えば5、6なんだけど、まあ、余裕がある人は5がいいんだけどね、まあ、せめて4は欲しい、ただもう一つ問題があるところがある。ワンチャンストーリー中に、ベホイミおよび、ベホマ、実装される可能性があります。なのでお前ホイミ取ってベホイミ来たじゃんかとこうね、まあなったとしても、まあ、ダブルホイミでね、あの特技に入れれちゃうということで、まあいいんじゃないかと。あとこの紙片がやっぱりね副産物として取れるというのは非常に大きいと思います。はい、そして2つ目かな、これはもうねみんなのヒュンケルイベントが終わってね、ちょっとこれマジで種足んないよってね、もうあっちこっちから聞こえてくるんですけど、はい、4章初級の、18ね、ここの魔法の種をいっぱい取りましょうということで、これね一応14か18かはまあお好みでいいんじゃないかなと思います。なので、まあ、14話か18話好きな方回ればいいんですけども、まあ、これ確定じゃないのでね、なかなかスタミナ10に対してというところもあるんですが、本当にねあの魔法の種足りません。なので、ボード開けたかったのにという時のためにね、やっぱ100から150は最低欲しいところだよね、はい、ということでこれ2つ目かな、はい、であとね、紙片系のね魔法系の紙片が落ちるとこというところで、先ほどのね、3章かな、3章の8ね、ここ3章の8、そしてあと3章の17、ここでも魔法紙片落ちます。はい、そしてですね、まあ、あとおまけ的にね、2の15っていうのもあります。2の15、はい、こちらはなんと熱紙片も落ちちゃうということで、すごく得なんですけど、まあなかなか落ちないですよね、3回に1回落ちたらいいかなぐらいかな。なのでこのあたりの紙片集めもかなり、今あとね、まあ、2日3日の間にやるべきことではないでしょうか。はい、じゃあ最後ね、ちょっと余談なんですが、チャレンジクエね、この最後のチケットのね、ところどうすんのっていう感じなんですけど、ボード見た形でね、ある程度まあ、今回ヒュンケル回ってたりする人は、おすすめはこのやっぱりボード強化、青赤、その4。この赤がやっぱりね、結構いるんですよね。このね、白。この白もいるんですよ。で、一応、ストーリー上はね、多分、きらめき章に関しては赤しかまだ落ちないはずなんだよね。はい。なので、ぜひね、日課回るとこどうしようっていう方は、この2つ回るのがおすすめですかね。まあ、もう、レオナ俺使わねえしっていう方はね、まあいいとは思うんですけども。やはりみんな待ちわびてると思うんでね、今のうちに材料素材集めはしておいた方がいいと思います。はい、というわけで、アップで、ね、
第5章ストーリー追加までにやっておいた方がいいことをお伝えしました。またよろしければチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。それでは。